おはようございます。はい、今日はですね、はい、ある方とコラボということで。そうですね、はい、楽しみですよなんと初のドッキリを仕掛けて。初だね。なんかここ最近のお仕事で一番緊張してます。本当にもなんか痛い。本当に緊張してます。4人でね、頑張りたいと思います。頑張ります。おはようござい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 ます。ご挨拶させてください。はい、アイドルカレッジです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。情報がわかんないですけど、うん、ドッキリではあるらしいです。ドッキリを仕掛けてくるっぽいです。あっち言うてええの？え、こういうのって事前に言っとくもんなんじゃないですか、演者さんに。いや、ドッキリって言うたらあかんよね、はい、え、そうなんですか？うん、どうしますじゃあ僕が言う権利ないっていうのを分かった上で一個提案してみていいですか？うん、逆ドッキリみたいなのするしかないっすよね。いや、言う権利ないよ。うん、ほら、はい、ないない。もちろん分かってます、うん、僕が言う権利ないのは重々分かってはいるんですけど、うん、どうそうするしかなくないですか？こうなったら。まあ、そうね、分かった。村上は目標あるんですか？バキの上です。あ、ごめんなさい今のも意味わからんし。もうなんかこんなアイドルカレッジ。はい、じゃあ挨拶させてください。皆さんこんにちは、コウくん、キヨくん、タカシくん、楽しく私たちアイドルカレッジです。よろしくお願いします。一人ずつ自己紹介してもらって。お願いします。はい、アイドルカレッジのリーダー、人見知りコミュ障だけどポジティブ、海老原優香です。よろしくお願いします。はい、真面目に不真面目、林こと若林春樹です。よろしくお願いします。はい、じゃあほのが今日もって言ったら一緒にのほほのたんって言ってもらってもいいですか？はい、お願いします。行きます。はい、今日ものほほのたんで頑張ります。メロンパン生からやってきました、ソンカツガンハナリのほのたんこと神野ほのかです。よろしくお願いします。はい、天然みかん 100% みんなに圧をたくさんかけます、ひーちゃんこと高橋姫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、どうも、モンサリノです。お願いいたします。すいません、いや、あの方とは変わらない。すいません。唯一なんです。なんで？あれから18人いるんですけど、はい、唯一です。メロンパン製から来ました。あの方嫌です。あの方嫌です。なんで？いや、大体どっかの星から来る方危ないやんか。井上はどこから来たんですか？いや、僕は世田谷から来ましたよ。世田谷知らないです。知りません？メロンパン製。メロンパン製はどういう星なんですか？埼玉です。ああ、コンセプト甘めなんだから。はい、井上さんにすごいいっぱい相談に乗ってもらいたいなと思って、はい、聞いていただきたいんですけど、はい、どうやったらそのバラエティとかでもうまくやっていけるのかな、一人ずつ、うん、一人一人のキャラクターを出せるのかなっていうのをちょっと。別に全員出さなくていいんじゃない無理して。あ、なるほど、ってことです。そうそうそう、なんか結局あの全員が目立とうとすると意外に全員目立たなくなるよ。こういう今野さんみたいな目立ちたい、目立ちたいですよね。後列座るの嫌ですよね。行きたいですよね。本当はよくあるじゃないですか、いろんなアイドルグループバラエティ担当とか言われる方、うん、を全面に押すでいいんじゃないですか。なるほど。どんどん聞いていただいて、何でも。ありがとうございます、はい、
あと私たち普段公開授業っていうイベントをやっていて、その中にお笑い授業っていうのがあるんですよ。何それ。お笑い授業の時はいろいろな芸人さんをゲストでお呼びして、実際にネタを教えていただく。誰が来たの今まで。今まででっかちゃんさんとか。ちょっとごめんごめんごめん先輩やけど先輩やねんけどスタートダッシュ切りすぎてるデッカさん、ジョイマンさん、デスヨさん、変なのばっかりだよそうなんですよ。なんでその他校の異端児ばっかりだよそうなんです。で実際ネタを教えていただいて披露してっていう場があるんですけど、でも教えていただいても実際どこで使ったらいいんだろうっていう悩みがありまして、ちょっと MC も苦手ですし。ギャグとか教えてもらったやろ。じゃあ、はい、どんなの教えてもらったの。もうあのジョイマンさんのナナ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 ナとかいろいろ教えてもらいました。教えてもらった、はい、それ使いようないの使いようですね。で、だからあのライブのさ振り付けあるやろ、はい、どっか入れたらええやん。あーそういうことか。フリーダンスとかで。ああそう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 、使いどころな。デッカさんには何教えてもらったの。あ、気づいちゃった。気づいちゃった。わーい、わーいよ。はい。そんなんできるやん。ほの、しかもデッカちゃんに似てるって言われる。お顔似てるって言われる。いややな。瞑想してるな。いろいろ手を出しすぎてるのがあるんだろうね。いや、まっすぐアイドル活動でええんちゃう。うん。ひょっとしたら明日この仕事を辞めなあかんかもしれないや。もちろん、じゃ病気とかいろんなこと含めね、ずっと一生できる仕事ではなかなかないやんか、そう思ったらもうその一日無駄にできへんなって思い込む方がええんちゃう。あーいいこと言う、一番響きました、なんかそれしかないような気するけどな、なんか高橋さんは悩みあるんですか。はい。何全人類を虜にするにはどうしたらいいですか。大きなテーマどうやったら好きになってもらえるかなとか、なんで好きになってくれないのみたいな。あ、私のことを。あ、そうです、よく言って怖がられてるんですけど、やっぱり虜になってくれない人がいっぱいいるんですよ、どうすれば好きになってくれるのかなって思いますそれを理由を聞かずに好きにさせる方がかっこいいんじゃん。どうしたら好きになってくれますかじゃなくて、こんな私を好きになってくださいの方がいいんじゃない。なるほど。方がええような気するけどな。だから中で今4人さんがいらっしゃるやん、この4人の中で誰が一番人気やん。ああ、そうなんや。ほなええやんか。でもまだ自分の中でずっと納得がいかないんですよ。何が。なんか満足できないんですずっと。なんかもうもっとなんか夢でなんか400枚撮った夢を見たんです。でもほなも東京ドームちょっと黙ってください今姫の番です。ほなも聞きますからお待ちください。姫が喋り終わるまでお待ちくださいもっと上を目指したいっていう気持ちがすごい。まあまあそこはね、向上心もあってや、だからこうやっぱり全部勝ち取りたいですね。なるほどね。で、ほのは。ほの、この間見た夢なんだけど、東京ドームでライブすることになって、でもなんか何にも覚えてなかったの。どういうことですか。なんか何も位置を覚えてない状態で、立ち位置を。東京ドームでライブすることになって、どうしようって夢見た。でもいいやんか、その夢を見るってことはさ、夢ってさ、自分の中での欲望であったりさ、叶えたいことやからさ、そういう目標が自分の中であるってことやん。だからそれを、夢を夢じゃなくなるように現実に。え、村上は目標はあるんですか。あ、井上です。大胆なボケしますね。メロンパン製のこと大胆ですね。まっすぐな目で言ってましたもんね。夢ありますか。夢ありますよ、それはいろいろこうなりたいなっていうのは。頑張れ。頑張ります。ありがとうございます。なんか応援していただいて。ホムさん悩みあるんですか。悩みというか聞きたいことが、はいはい、あって4人とも結構あのタイプが違う4人だと思うんですけど、あのこの4人をちょっと口説いてほしいなって思って。口説いてほしいなってどういうことよ。やっぱりあのまあアイドルだから、結構そのファンの方にもっとメロメロにさせちゃう
技術が必要だと思うんですね。だから俺さ、番組企画とかでもさ、口説いてくださいとかあるやん、あれものすごいずれててさ、一言で落ちるなんかありえへんわけやん。じゃあ普通に、じゃあほのと二人きりで2時間ご飯行ってくれるんやったら俺、ほのは行かないけど、もう行けよお前から言ってきてんねん、なんでお前が断るの。あ、今までやった落とし方を確かに見せてください。いや、ほんま昔ね、20代ぐらいの時は彼女はなんか赤いカバンが欲しいってなって、なんかどこどこに売ってる赤いカバンが欲しいってなったから、でそれ買うて、で普通にプレゼント渡して、その彼女がチョコレート好きやったから、そのカバン渡して、そのカバンの中見てみーってバーってカバン開けたらチョコレートいっぱい入れといて、キモッキモッて、まあ、まだで、まあ、何種類もチョコレートが入ってる、何個あるか数えてみてバーって数えさせて、その一番カバンの底に指輪入れてた。うわーこれキモッ。それまでも喜んでたね。炎だったら引いちゃう。まあ、炎は引いちゃうかもな。うん、じゃあ、はい、はい、私、まあ、まだ恋愛ダメなので、うん、恋愛してないんですけど。おいくつですか？今27です。27まで、まあアイドルやる前はしてたけど、はい、いやしてないです。あ、もう本当に生まれてから本当にやってないんですよ。うん、で、これからまあ経験したいじゃないですか、うん、まあ、いずれもし卒業してから、うん、なので、なんかもし付き合うっていうか告白されてみたいんですよ。うん、一回ちょっと告白してくれません？告白すればいいの？はい、ちょっと立ち上がって、はい、うん、ちょっと待って、なんか、入る、あ、上さん、どれつもり？ちょっと止めて、なんマリアさんですよね？何考えてるんですか？今のも意味わからんし、なんか初対面ですよね、皆さんね。なんか途中からただキモいって言いたいだけの感じの振りとかしてきたりとか、でコラボやろうって言ってきたりとか、そっちからですよね。はい、そうです。これもっとプランは立てとかなあかんし、はい、うん、何喋るも含め、はい、下準備がないというか、なんかちょっとなんかずれてるというか、別に少々何失礼なことしてくれてええよ、別にカメラ回ってる前別にええねんけど、だからといって何してもええってわけちゃうし、うん、で、今おいくつですか？48です。やったらもうちょっとしっかり指導した方がいいですよ。多分僕よりもキャリアもあるでしょうし、いろんなことを経験されてると思うから、やっぱマネージャーがやっぱり彼女たちのルートをちゃんと作ってあげないと、特に若い子がいんねんから、そこはちゃんとやりましょうよ。はい、いやだって俺らもそうですけど、まあ、こう今日コラボするっていうので、まあ、俺とディレクターとアイドルカレッジ、俺初めましてやから、めちゃくちゃいろいろ調べたし、どういう会話しようかとかもすごい打ち合わせしてるんですよ。まあちょっとあのホワイトボードで一回めくってください。その裏に全部箇条書きで出してるんですけど、それをねちゃんとやってもらわないと。ドッキリでしたー。わあ、メロン完成きたー。本当にすみません。じゃあ泣くな、座れ、ほら、俺が悪いやん、ほら、ちゃう、もう、ファンの方ごめんなさい、俺じゃないですからね、俺じゃないです、これをやりたいなんか言ったのはこいつです。じゃあ僕やりたいって言ったやつじゃなくて、僕がうっかり、ちょっとうっかりやりますって言っちゃったんですよ。皆さんが今日なんかドッキリを仕掛けるみたいですってボロッと俺に言うたのよ。
こいつがんで、だから言うたらあかんがなと、あ、ごめんなさい、口が滑りましたみたいな。で、で最後とりあえず怒ってくださいって言われたからどうにかして怒らなあかんかったから、ちょっと絞り出して、すみません、マネージャーさん、ごめんなさい。マネージャーさんもちろんご存知ですので、はい、ちょっと泣くな。いや、ほらお会いできる、すごい楽しみにしてて、それドッキリって聞いて、なんかタメ口使わなきゃいけないし、用意してしなきゃいけない、頭も叩かなきゃいけなかったんですけど、あ、そうだな、泣かせなくて、なるほど、ちょっとごめんな、お前は泣け涙腺が。しかもこれ、姫知らないんですよ。え、ドッキリやるってこと。あ、そうなん。遅れちゃったから、ごめんなさいって思って。え、あれ遅れたことなんか何にも起こってないからな。おう、大丈夫や、遅れることもあるやろ。ええー、子やなぁ。でも、なんか、すごい適当だった。ごめんなさい。もう、もう、結果、俺が悪者だね。いや、すいません。はい、まあ、結果的に、こうなりました。はい、僕が望んだことではないのでね。はい、一応だ、本当は皆さんに怒る方にしようかは悩んだんですけど、多分泣きはるやろうなと思ったのと、ちょっとあんまりにもね嫌やろうから、一応マネージャーさんを怒ろうって決めてたんです。ほんでマネージャーさんがこう入ってこない時に、思ってるよりこわもて、俺大丈夫かなってなって、で最後の最後、キャリアさえ俺が上であればぶち切れようと思って、年齢聞いたら年上もう半歩塞い、もうどうしようもできないっていう状態になっちゃいました。はい、すいません。どうしようかと思って、すいません、本当にごめんなさいね、なんか本当大丈夫やからね、うん、何にも気にすんなよ、そのままでええから、今や頑張ってることを頑張り続ければ、あの、成功するから、うん、もう二方も、お前のメロンパンセだけ一番しっくりきてないよ。なんで、でも一番多分、うん、今日お家帰って一番頭に残るの炎だと思います。うん、まあ、否めない。そこは否めないね。俺もう、48って言った時に俺笑いそうになって。やっべ、どうしよう。逃げ道が。逃げ道が。